片岡です、今日はですね、スズメを作ってみたいと思います。まあ、ふっくらしたスズメですね、ふくらスズメっていうのを作ってみたいと思うんですけれども、ふくらスズメっていうのはですね、まあ、どんなスズメかというとですね、寒い時期にですね、スズメがこう羽をこう膨らませて、羽の中に空気を入れてこう暖を取るっていう、たまにこうスズメとかね、まあ、ジオシマスとかもそうなんですけれども、こんなふっくらしたスズメとかね、鳥いますよね。まあ、その状態の、ふくらスズメを作ってみたいと思います。まあ、もしかしたらですね、ふっくらしてなかったらちょっと名前変わる可能性もありますね。なるべくふくらスズメを作れるように、頑張ってみたいと思います。ではですね、今日はですね、ちょっとこれね、以前年間教室でも作ったのでですね、配合は割愛させていただいてですね、はい、まずですね、この茶色練り切りを棒状にしてですね、ちょっと同じぐらいに伸ばしてですね、茶色から白にかけてちょちょちょとなでつけてぼかして裏返してあんこを包みますね。はい、そして、焦げ茶色の帽子をちょっとつけて、ね、さらし布巾を使いますね。さらし布巾をかけて、どうでしょうか、ふっくらしたかな。まあ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 、ふっくらした感じが出ましたかね。そして最後に目玉、ごまを一粒つけますね。ふくらスズメと言ってもいいんじゃないかと思いますがね、どうでしょうか。はい、これでふくらスズメの完成です。読者登録まだの方は読者登録をこちらの方でしてください。そしてですね、この動画気に入っていただけた方はグッドボタンを押していただけると嬉しいです。はい、ではありがとうございました。